皆さんこんにちは。こんにちは。首位独走の阪神タイガースについて今日はお伺いしたいと思います。絶好調、おめでとう。負ける気がしないおめでとうございます。解説者1年目で首位独走、おめでとうございます。いやもうなんか、ね、なんか僕が心配してた点が何にも心配いらずに、なんかすごいですよ。要素がない、なんか見当たらないんですよ、落ちる要素が。5月19勝ですよ。本当に交流戦入ってほっとしてるんですよ僕ら。試合しなくていいじゃん。なんかこれまた次いつ阪神戦だろうって見るわけですカード。この勢いだったらえまただって巨人あんな絶好調で来てたのに、阪神でそうだときにやって交流戦入ってじゃないですか、うん、あの例えがあれなんですけど、あの桃鉄のキングボンビーをちょっとそっち側に渡した感じの。なるほどね。もうパリーグキングボンビー状態ですね。じゃあタイガースはあの逆キングボンビーというかパリーグがもうやべえ阪神来たみたいな感じじゃないですか、うん、今あの12球団見渡してもこれだけ打線固定してるチームってないんですよ。まあ6番のライトのポジションとキャッチャーが3試合ずつっていうとこのチェンジしかないんですよね。で他の球団見たらもうやりくりが大変で、毎試合毎試合打順変えたりとか試行錯誤しながらやってるんですよ。だから一番どっしり構えて戦えてるのがタイガースで、特に目立った奇襲とかそういうの全くなくて、で前回時も言ったと思うんですけど、フォアボールもう170個近いんですよね。でこれって去年まで考えられなくて、で得点力が上がってる要因って間違いなく僕フォアボールだと思うんですよ。でチーム打率もちょっとチームの、 あの例えば佐藤輝明とかが状態上がってきてチーム打率自体も上がったんですけど、それ以上にその得点能力があるっていうのが、うん、やっぱりフォアボールかなって。みんなそのチャンスの場面でもこうどっしり自分の打てるボールだけ待ってますみたいな、それって相手ピッチャーからしたらめちゃくちゃ気持ち悪くて、であじゃあこれストライク取り行ったら打たれるなって思ったらまたそれがボール球になるし、でボール先行してってフォアボール結果みたいな、そういうなんか流れがすごくいいなって思ってます。なんでそのどっしりこう構えれるようになったというか、フォアボールを選ぶのが多くなったんですかね。だから多分周りの兼ね合いもあると思うんですよ。だから前回その僕中日の話させてもらった時に、なかなか得点力がないチームって俺がやんなきゃって打席でちょっと意気込みすぎちゃうんですよ。そうなるとボール球にボーンって振ったり、であえピッチャーってもうボール球バッティングフォーム崩そうと思って投げてるから、でそれをいかに崩さないかっていうことがバッター大事で、でそこのストライクからボールの誘い球をこうやってポーンってあっさりどっしり見逃されたら、ピッチャーってもうどん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 追い込まれるんですよ。でその見逃し方ってすごい気持ち悪くて、あこれちょっとでもゾーン上げたら打たれるって思っちゃうんですよ。中野さんを今ちょうど成績で出した時に、はい、フォアボールの数が今年23個今の時点で23個なんですけど、去年1年間で18、全くないんですよ。で2年前で29で、これやばく、すごいことです。あのこれ僕岡田監督の意識改革だと思ってて、あの3ボールから今大山選手のように待て出すんですよ。そうなんです。絶対打てのサイン出さないんですよ。でまあ打たすんだったら3-1から、ここも徹底してて、でもう岡田監督就任された時にもうとりあえず2ストライクまではもう自分の好きなゾーンだけ待てと、でそれ以外は絶対振るなっていうのをまず徹底してと。でそれこそさっき中野拓夢の話になりましたけど、拓夢って2番やっぱ打つことが多かったりするんですけど、打線っていろんな、例えばじゃあ近本機動力、中野機動力、ね、でホームランはそんなないみたいなバッターがいたり、で中軸にホームランバッターがドッといたり、だからこう打線ってバランスなんですよね。でその9人が同じことやっても僕絶対いい結果にならないと思うんですよ。攻撃っていいピッチャーって絶対そんなに簡単に点取れないんですよ、打てないし。じゃあその時にどうやってこのいいピッチャー攻略すんのってなったら、あの5回で100球投げさせたら勝ちなんですよ。まあそうですね、そうなんですよ。じゃあ追い込まれるまで好きな球狙っていって、
追い込まれた後に何するかって粘ってくるんですよ。球数を投げさせる努力するんですよ。それも僕すごく重要な作戦の一つだと思ってて、で打線がすごくもう動かない打線、前後のバッターが全く変わらない。打線って言葉がまさしく今の阪神。よくなんかつながりが悪くてこうヒットは出るんだけどみたいなチームで打点って言うんですよ。線になってないんですよ。でそれを例えばこうつないでくると線になるじゃないですか。でこれをで今年のタイガースなんか典型ですよね。8番に木浪という3割バッターがいるんですよ。で7番で切れることがすごく多くて、で8番から始まる回に 1,2 番で返してっていう 1,2 番の打点もえげつないんですよ。得点圏がすごいですよね。近本が5割近いでしょ、うん、で近本が返せなくても中野が返すみたいな。もうだからそれが打線が今度円になる、楕円になってるの。わかる？ずーっとこれエンドレスしてるんですよ。山手線ですね、ずーっと。僕あの昨日乗ったんですよ、山手線。もう何十年ぶりに乗りましたけど。おめでとうございます、何十年ぶり。もうぐんこう回ってる、ずっと。ちなみにスイカとか持ってるんですか、イコカとか。もう携帯に入ってます。ちゃんと意外とモバイルだったんですね。あ、もう、ね、そこの辺は最新の、あの、についていこうかな。近本さん、ほんとそんな得点圏すごいんだね。5割近く打って。打点もすごい。いや、両方すごいね。だって打点だって、で佐藤輝が今30打点で、まああんだけ打ってないにしても、で打ち出すとあいつ止まんないんですよ結構。だから波はあるんですけど、だから僕が1点だけタイガースに心配な、唯一落ちるとしたら近本中野です。この2人が開幕からずっと好調維持してるんですよ。この2人が落ちた時にどういう得点力になるのかなっていうのが、そこだけが落ちる要素としてはそれしか考えられないんですよ。だから今どっちかって中軸で点取れないけど、下位から始まるところの上位で点取ってるっていうのが開幕からずっと続いてたの。でそこに今度中軸が調子良くなってきたら、もうバックは点取るっていう。だからその上位の2人が調子落ちた、一緒に落ちちゃったら、もしかしたら得点力が全くなくなる可能性もあるんですよ。そこだけが心配。でもこうやって今みたいなフォアボール取ってれば分かんないんですけどね。1点ずつ取れる。1イニングに3連打、4連打ってあんまりないでしょ。ないですね。絶対にフォアボール絡んでるんですよ。で、タイガース今年面白かったのは、2アウトランナーなしで、佐藤輝明がヒットで出たんですよ。そこから3連続フォアボールで1点。2アウトランナーなし。2アウトランナーなしから今年結構点入ってるんですよ。昨日のでも中日の5点、フォアボール何個絡みました？多分2、3個絡んだでしょ。だそういうことなんですよ。打つばっかりじゃダメなの。いかにいやらしくそのフォアボールを絡めていくかって。これが一つこの点取りゲームのこの野球においてはすごく重要な要素だと思う。で、ノイジー、レフトがこうちゃんとね。補殺ナンバーワンですよ、今。そうっすよね。そうですよね。だから内野手だったのに、あんだけ外野うまいんだっていう。で、玉木はめちゃくちゃ強いし。そうなんですね。で、最近、ミエちゃん、ミエセス。ミエセスライト、大丈夫かなと思ったんですけど、あれもちょっと動きは悪いんですけど、もうアグレッシブにボールバーン飛びついたりするんですよ。彼がそういうプレイしたり、ホームラン打ったりすると、ギャルピースね。チームがやっぱ盛り上がるし、すごくいい雰囲気ですよね。だから、あんまり何もしなくても大丈夫っていう感じに見えるんですよ。だからどっしり構えて地に足つけて戦ってんのがタイガースっていう。でこれだけ貯金あるでしょ。もう一つ二つ負けたって3連敗してないんだから。なんかこう昨日負けてるのも、もうなんかこうなんていうんですかね、すごくこう逆にですけど、まあ今日からに明日以降に備えての負け方に見えるっていうか。そうです。なんか次温存してね、勇気に頑張ってもらって、でハマチが調子悪かったけどちょっと投げて昨日ちょっと良くなってるんですよとか。だからいい要素しかなくて、で今9連勝したでしょ。でその前1個負けて、その前7連勝してるんですよ。でその1個の負けもね、青柳投手がカープ戦で初回に5失点食らったんですよ。で5回までに7対2だったんですよ。で4回までか。で5回の裏に5点取って追いついてるんですよ。で、青柳のまず負けを消してあげて、で、チームは負けたんだけど、そんな戦い方って去年一回も見たことなかったし、だからそれが
強みで負け方もいいんですよ。明日につながるっていうか。で、昨日残念だったのは毎回その得点圏にランナー進めながら1点も入ってないのはちょっと気がかりだったんですよ。で、近本にチャンスで何回も打席回ってるんですよ。でも打てなかったの。それも珍しいことで、だからちょっとその1、2番が落ちた時だけ僕はちょっとタイガースが落ちる要素はそこしか今ないなって思ってて、ファンもすごくないですか、なんか今えぐいっす。えぐいっすか。多分西武のピッチャーがあれ甲子園と思ったはずなんですよ。えぐいんですよ。あの僕が解説しててももう地響きと音がもうイヤホンしてんのにガンガン聞こえてくるぐらい。それでライトスタンドがもうあのすし詰め状態ってまさにこのことですよ。ぎっしりちょっと強めに握った握りぐらいのすし詰め状態です。ちょっと空気入れますよとかじゃなくて空気なしのガッチガチの握り。これってやっぱり自陣の応援がやっぱこんだけ多いっていうのはやっぱり心強いもん。間違いなく佐藤輝明なんて一回もこのそっか一回も味わってないことなんですよ。今年初めて味わってるんですよ。そっか。で、甲子園で今もう全試合前に全部4万人超えてて、多分心地いいと思います、彼は。タイガースファンってもう日本各地どこにでもいて、今までどうしてたんですかって聞きたくなるぐらい。どこで巣ごもりしてたんですかみたいな。だから昨日僕も電車乗った時に、ライオンズファンじゃなくてタイガースファンしかいないんですよ、電車に。真っ黄色なんですよ。タイガースのそのファンの方って皆さんそのユニフォーム着て球場に来ますよね。多分ユニフォームってよく戦闘服って言うじゃないですか、うんうん、多分タイガースファンってあれ着た瞬間にめっちゃ強くなるんですよ。なるほど、うん、そういうことか。だからもうずっと着て移動するでしょ。阪神ファンってその気持ちになる、強くなった気持ちになれるんですね、あれ。だからファンも熱狂的なのもそうなんですけど、あれを着ちゃうとまたさらに輪をかけて、なんか、うん、ちなみに電車乗ってて大変だったんじゃないですか、阪神ファンの気づかれたでしょ。本当に端っこに、はい、もう小さくなってて、無理です。もうずっと、頼む気づかないよ、みたいな。無理。え、でも電車の中で声かけては来なかったですか？結構いっぱいで。で、出てから声かけられましたけど。いやだから、どの球場行っても、で、ましてこの、今のチームのこの状況ですから、どこ行ってももう満員でしょうね。すごいっす。あと最近、今各野球館出ていただいてる方にちょっとお伺いしてますけれども、大山選手がめっちゃ走るっていう全力疾走っていうお話を伺ったんですけれども。これは、はい、もう矢野監督の指導です。もうこれは全選手に、タイガースの全選手に。いや、なんかそれを伺ってから、なんか大山さんが抜いたところを見たことがないって、見たことないです。おっしゃってて、そっから打席来るたんびに、すいません、これ阪神ファンの方が怒られるんですけど、ちょっと内野ゴロとかを見たくなってきてしまってるっていうか、もう全力で走る大山さんを。逆に内野フライとかいいんじゃないですか。あ、そうそうそう。本当に二塁の手前ぐらいまでちゃんと、うん、行きます。あれ見るとちょっとなんか心熱くなるっていうか、わ、ちゃんと手抜かないで俺らも仕事しなきゃなって。いや、まさに矢野監督がその教えをずっと選手たちに説いてたんですよ。お前らは例えば野球少年とかの希望を背負ってるんだとね、打てなかった悔しい、下向いてね、たらたら走ることもできるけども違うと、それでも全力疾走で走って何が起こるか分かんないって、その諦めない姿勢を子供たちに見せてくれと、みんなお前らの背中見てるからっていうことでやり出したことが未だに継続されてる。全選手やってますよ。大山選手はやっぱ特にやっぱ目立ちますけど、他の方々も全員全力疾走。金村さん、ありがとうございました、はい、明日は投手のお話をお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さんに大切なお知らせです。6月4日に開催する名古屋でのファンミーティング、チケットの先行予約が始まりました。詳細は概要欄まで。